おい、霊夢。今日は耳を澄ませばの秘密について語ろうぜ。え、秘密ってどんなのがあるの？まずはじめにな、観客と主人公の共感だ。この作品ではなんとなく心に響く要素が散りばめられてるんだぜ。共感って大事だよね。でもどうやって表現されてるの？キャラクターたちの感情や経験がリアルに書かれてるんだ。だから観客もついつい感情移入しちまうってわけさ。主人公の気持ちがリアルに書かれてると、観客も一緒に感じることができるんだね。その通りだ。ただし、ネタバレには気をつけてくれよ。わかった、気をつけるよ。他にもどんな秘密があるんだろう？興味があればどんどん聞いてくれ。さて、次はどんな秘密を話そうか？音楽の秘密とか？楽しみだね。それもなかなか興味深いぜ。では、音楽の秘密について語ってやるよ。最後にな、この秘密話にはネタバレが含まれるかもしれないから、まだ見てない人は気をつけてくれよ。そうだね、ネタバレは避けるようにしよう。それじゃあ、次の秘密話に行くぞ。主題が成長する？おい、霊夢。耳を澄ませばの秘密の一つに、主題の成長があるんだぜ。主題の成長って何かな？実は物語が進むにつれて、主題も成長していくって話なんだ。主人公や周囲のキャラクターたちが変化していくんだぜ。え、主題が成長するの？それってどういうことなの？例えば、最初は主人公が抱える問題や悩みがあって、それが物語の中で解決されたり、変化していくって感じだ。それは面白いね。主人公の成長が物語に絡んでくるのは好きだな。だろう？これが主題の成長の面白さだ。でもこれもネタバレになるから、気をつけてくれよ。わかった、気をつけるよ。でも成長する主題って感動的だよね。それに加えて、周りのキャラクターたちも影響を受けて成長していくんだ。一緒に物語を進めていく感じがいいだろ？そうだね。みんなが成長するっていうのが、作品に深みを与えている感じがするよ。だろう？それが良い作品を作る秘訣の一つだ。だがこれも細かい話はネタバレになるから、気をつけてくれよ。わかった、気をつけるよ。でも主題の成長って本当に楽しみだね。興味があればどんどん聞いてくれ。ただし、ネタバレには気をつけてくれよ。わかった、気をつけるよ。でももっと知りたいことがあれば教えてね。いい感じだぜ。他にも知りたいことがあれば何でも聞いてくれよ。だぜ。わかった、ありがとうマリサ。また聞きたいことがあったら聞くね。だぜ。舞台となった場所。おい、霊夢。耳を澄ませばの秘密の一つに、東京が舞台になっているってのがあるんだぜ。本当に？どんなところが舞台になってるの？物語は主に東京の中心部、新宿や渋谷、代々木あたりが舞台になってるんだ。それに加えて雑司ヶ谷の墓地も物語の重要な場面になってるぜ。新宿や渋谷って有名な場所だね。雑司ヶ谷の墓地も不気味でいい感じだね。そうだろう？東京の賑やかな雰囲気と、静かな場所が絶妙に絡まっているから、物語の雰囲気も引き立ってるんだ。東京のコントラストが出てるんだ。それがまた面白いんだろうね。だろう？これが舞台の選定の妙味だ。でもこれもネタバレになるから、気をつけてくれよ。わかった、気をつけるよ。でも東京が舞台ってのは面白いね。物語と東京のシンクロが良い感じなんだ。これによって物語に奥行きが増しているってのがわかるだろう？本当にそうだね。東京が物語に深みを与えている感じがするよ。興味があればどんどん聞いてくれ。ただし、ネタバレには気をつけてくれよ。わかった、気をつけるよ。でももっと耳を澄ませばの舞台のことを知りたいな。いい感じだぜ。他にも知りたいことがあれば何でも聞いてくれよ。わかった、ありがとうマリサ。また聞きたいことがあったら聞くね。文学へのオマージュ。おい、霊夢。耳を澄ませばには文学へのオマージュが散りばめられているって話なんだぜ。オマージュって何かな？オマージュは他の作品や文学に敬意を表して使われる表現のことだ。耳を澄ませばでもいくつか有名な文学作品へのオマージュがあるんだ。本当に？それってどんな作品が影響しているの？例えば、物語の中に登場するミス・ミステリーって本は、ミステリー小説の巨匠であるアガサ・クリスティに敬意を表しているんだ。他にも赤い血の十字架や白い手袋なんかもあるぜ。アガサ・クリスティって有名な作家だね。それにしてもいろんな作品が影響しているんだね。そうだろう？これが耳を澄ませばの奥深さだ。ただし、これもネタバレになるから気をつけてくれよ。わかった、気をつけるよ。でもオマージュってのは作品に深みを与えている感じがするね。そうだな。作品に登場する本や言葉にはちゃんとした意味が込められているんだ。それがまた物語を豊かにしているってわけだぜ。考え抜かれた要素が作品にあるってのは素晴らしいことだね。興味があればどんどん聞いてくれ。ただし、ネタバレには気をつけてくれよ。わかった、気をつけるよ。でももっと耳を澄ませばのオマージュについて教えてくれる？いい感じだぜ。他にも知りたいことがあれば何でも聞いてくれよ。だぜ。わかった、ありがとうマリサ。また聞きたいことがあったら聞くね。だぜ。世界観の設定。おい、霊夢。耳を澄ませばの秘密の一つに、美術設定の詳細があるってのを知ってるか？え、美術設定ってどういうこと？
美術設定は作品の雰囲気や世界観を決定づける大事な部分だ。耳を澄ませばでは、詳細な美術設定が物語に彩りを与えてるんだぜ。それってどういう具体的なことがあるの？例えば、物語の舞台である東京の街並みや建物の描写がリアルで丁寧に描かれているんだ。それに加えて季節や時間帯の表現も繊細にされているぜ。東京の街並みや季節感って大事だよね。それが作品の雰囲気を決めるんだ。そうだろう？これが美術設定の力だ。ただし、これもネタバレになるから気をつけてくれよ。わかった、気をつけるよ。でも美術設定が物語にどんな影響を与えてるの？美術設定がしっかりしているおかげで、視聴者は物語の中に引き込まれやすくなるんだ。作中の風景や雰囲気がリアルだからこそ、感情移入しやすいんだぜ。そうなんだ。美術設定って大事なんだね。興味があればどんどん聞いてくれ。ただし、ネタバレには気をつけてくれよ。わかった、気をつけるよ。でももっと美術設定について知りたいな。いい感じだぜ。他にも知りたいことがあれば何でも聞いてくれよ。だぜ。わかった、ありがとうマリサ。また聞きたいことがあったら聞くね。だぜ。観客との共感。おい、霊夢。耳を澄ませばの秘密の一つに、観客との共感があるってのを知ってるか？観客との共感ってどういうこと？観客との共感は作品に感情移入しやすくする要素のことだ。耳を澄ませばでは、観客が主人公と感情を共有しやすいような工夫がされているんだぜ。それってどうやって？例えば、主人公の感情や経験がリアルに書かれているんだ。彼女の成長や葛藤が観客に共感を呼ぶポイントとなっているんだよ。主人公の気持ちがリアルに書かれていると、自分もその気持ちになりやすいってことだね。そうだろう？これが観客との共感の力だ。ただし、これもネタバレになるから気をつけてくれよ。わかった、気をつけるよ。でも観客との共感って作品をより楽しめるんだね。そうだな。感情移入しやすい作品は観客にとっても魅力的だ。これによって物語がより深みを増していくってわけだぜ。なるほどね。観客と一緒に感じるってのは作品を楽しむ上で大事なことだね。興味があればどんどん聞いてくれ。ただし、ネタバレには気をつけてくれよ。わかった、気をつけるよ。でももっと観客との共感について知りたいな。いい感じだぜ。他にも知りたいことがあれば何でも聞いてくれよ。だぜ。わかった、ありがとうマリサ。また聞きたいことがあったら聞くね。だぜ。お疲れ、霊夢。今日の耳を澄ませばの秘密話はこれで終わりだな。お疲れ様、マリサ。でもまだまだ知りたいことがあるんだよね。次は続編について語ろう。この作品にはまだまだ明かされていない秘密があるからな。え、続編があるんだって？それは嬉しいな。そうだろう？次はどんな新たな秘密が待っているか楽しみだぜ。今度も教えてね、マリサ。もちろんだ、次の秘密話も楽しみにしておけよ。ワクワクしてるよ。それじゃあ、またな。最後にチャンネル登録だけ忘れないでくれよな。